無人航空従事者試験は、ドローン検定協会株式会社が主催する、無人航空機に関する知識と技能を証明する、民間の検定試験である。同社では、略称を、ドローン検定、D 検、AQTDとしている。航空従事者と名称が類似しているが、航空従事者が航空業務を行う際に必須とされる資格であるのに、対して無人航空従事者試験は知識と技能を証明するにとどまり、ドローンの操縦に必須とされる資格ではない。国土交通省は2017年6月1日に、ドローン検定協会株式会社を含む43団体を無人航空機の操縦技能講習を行う。民間講習団体として公表した。これらの団体が行う講習を終了すると、無人航空機にかかる飛行許可申請を行う際に、無人航空機の操縦の知識や能力に関する確認を簡略化することができる。ドローン検定協会株式会社は、無人航空従事者試験の合格者に対して、無人航空機に関する飛行履歴、知識、能力を有することの証明書を発行している。また、ドローン検定協会株式会社の提携団体が、ドローン操縦士試験等の技能試験を実施している。ドローン検定ロゴは、ドローン検定協会株式会社代表取締役社長の山下一平によって、商標登録されている。無人航空従事者、試験3級合格証無人航空従事者試験に合格すると、カード型の合格証が交付される。また、1級及び2級合格者にはバッジが交付される。ありがとうございます。